根本晴美。1980年7月28日生まれ。出身地、千葉県。身長166センチ。血液型、A 型。根本晴美さんは日本のグラビアアイドル、タレントです。2000年代に活動しました。デビュー前、面接のため事務所の野田社長に会いに行った際に、おっぱいが異常なくらい大きいので合う服がない、という理由からジャージ姿で現れた。以降グラビアアイドルとして人気を博す。同時期に活動していた小池栄子と仲が良い。そのボリューミーな体は、野生爆弾のクッキーから鬼の末裔と称された。高校卒業後、オーストラリアに3年留学していたため、英会話が得意。空飛ぶグータンではアメリカ人モデルのデボン・アオキと流暢な英語で会話していた。女性アイドルグループ R 指定のメンバーとして2002年から2004年にかけて活動。趣味はサーフィン。その影響で肌が黒い。自らのブログを波乗り日記と題するように、仕事の話とともにサーフィン日記の話題が多い。2010年9月、一般人男性との結婚を発表し、芸能界を引退した。現在はハワイで生活をしている。